何なんでしょうか分かりませんけど、ある人が言いました。どれを見ても、あ、どうも、ベルクール広場ですかね。これむちゃくちゃうまそう。そういうことで、パリにロブスターでございますね。ビジュームお休み中でございますけど、皆様、どうお過ごしでしょうか。パルジャンに、パルジャンのきっかけに、どれかそうか。パリっぽいものを映すと、あれだね。ボンジョウ、行ってみようかな。これがあのオペラ座の近く。ここはなんか観光客がやたら多いです。中国人みたいな多い。要はチャイニーズって言われて全否定。ジャパニーズってね。これはパリっぽいですか？パリっぽい。パリパリ？サル？あ、またあったね。ここのでかいショッピングスモールにちょっと突入してみよう。ここじゃないですか、みんなが持ってる安い服屋さん。あのカバンよく持ってます。アジアの人多い。1階から上まで上がりました。一気すぎなんですけどね。あれエッフェル塔ですね。これは何なんでしょうか分かりませんけど、ある人が言いました。どれを見てもオペラ座、オペラ座言ってますけど、オペラ座1個しかないんです。あ、どうも、ジポンスギョール、ベルクール広場ですかね。市場というかマルシェ。レストラン。が今日はありますか。歩いてみますか。夜になったらあのこの辺にいっぱいなんか大きいあの船とか。チキンずっと回しとる。この辺の DJ ずっと皿回しとるみたいな感じだと思う。結局やっぱフランス甘いも多いですね。ね、もうそろそろ
日本の食が恋しくなってきましたね。あと残り1ヶ月ちょっとこっちにおらないといけないっていうね。早く帰りたいな。やっぱ日本人が来るのが珍しいんか、いろんな海外の人から睨まれるみたいな目で見られる。向こうの人目の圧力が強いから。やっぱチーズやっぱいいね。結構大きめなって聞いてたんですよ。全然少ない。もう終わったかも。暑いね。風が強いね。でももう日本はまだ30度とか。でもこっちは涼しいね。もう30度も切ってるし。まあでも昼が長いね。ずっと明るいから。ヤギのチーズが美味しいって聞いたんだよね。チーズ屋さん。何？美味しいですね。綺麗な人ですね。綺麗な人すごいね。メロンのいい匂いしますね。これは美味しいですね。これめちゃくちゃうまそう。今あれ食べたら喉乾きますかね。うん、ちょっと癖がありますね。いわゆるキッシュですかね。ここ並んでますね。5分経ちました。喉乾いたのさっきのパン食わんほうがいいかったな。まだだいぶ続きますよ。ここで一回切れてて、橋がなんかあるよ。あれが結構有名な、なんか大聖堂的な、なんかあの上行ったらなんか旧市街みたいな、ね、そうでしょ。まあなんかとりあえず一望できるところがあるらしくて、全体的に風呂この賑やかなところにどうしても行ってみようかなっていう人気スポットっていうところらしいです。今日たまたまなんかナイキで買い物してた時に DJ さんがね、ここで今日パーティーやるんだよって、いるかもしれない。さっきあのインスタで高校にいるよみたいなメッセージくれたんですけど、位置情報かかって1時間半かかる。まあ、でもぐるぐる川で見る限り川じゃないですか。だからあの回って帰ってくるかもしれない。2時までやってるみたいな。今がまだ12時前。
僕も楽しみたいんで、今回の入場もここまで。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。